人質になった医師の方が散弾銃で殺害される事件が起きました。本当にニュースを仕事にしてますと、もう何年経ってもやりきれない事件というのはあるわけですけども、とりわけやりきれない事件でございました。亡くなった鈴木医師、本当にお悔やみを申し上げたいし、鈴木さんだけではなくて、鈴木さんが本当に神経と注いで見ておられた300人の患者さんがいらっしゃるそうです。こういった方々今後どうするのかということもですね、天ではもう先週のニュースなどということはなくて、やっぱり課題がいっぱいあるニュースなんですね。でそういったところをぜひ、今日ご覧の皆さんと考えたいと思って、この解説を申し上げたいと思っております。で、今回警察の突入が遅いんじゃないかと、その判断に対する、疑念の声を上げられた声もたくさんありましたけれども、あえて申し上げます。まずそこから検証しますが、今回のケースは警察が突入する難易度としては最高レベルです。まず突入した部隊ですが、最近テレビドラマとかでもよく取り上げられますので、馴染みが出てきました。サットと言います。で、サットの真ん中の A です。英語でアサルトと言いますが、強く襲う、強襲という訳があるときもありますし、急に襲うという、ちょっと物騒な字でありますけれども、日本の警察の場合はこういった人質事件の突入専門の部隊です。そのために特殊な、今からご紹介しますが、普通の警察官の使用はない機械もたくさん持っております。で、今回ですね、まず私は一番今回は人質事件としては突入が大変難しいレベルだと申し上げました。それは戸建てだからなんです。一戸建てです。で、そのためにはね、まずサットの訓練の映像をご覧いただきます。まずどうぞ。これ人質立てこもりを想定してビルで訓練をしています。これがサットです。防弾チョッキからヘルメット、それから持っている小銃に至るまで全て特別に彼らに与えられているものになります。で、このビルの場合は上からこうやって、これファストロープと言いますが、ロープで相手から姿が見れないようなところに立って、そして突入するというようなこともやります。それから下からも同時に入るというような、こういうのが通常の吸収作戦なんですが、ところがね、これ見ていてお分かりのようにビルなんです。マンションなんです。そうすると警察が一番初動捜査で時間を割くのはこれです。間取りがわからないと突入できません。で、見ていただいたようなマンションの場合は基本的には同じような間取りです。それから管理会社が全部図面持ってます。ですから、どの部屋にいるのか、夜だったら電気切られてたら真っ暗です。そういったところも全部把握することができます。今回の現場、これいろんなメディアの取材をもとに作りましたが、戸建てです。しかしこれは救出作戦をしてから分かったことなのであって、これを中に押し入る前に分かってないと、あれだけの装備をしている警察官といえど警察官の命にも関わるということが起きてきますので、どうするか、実はね、電話で説得している間に並行して、今回は鈴木先生と同じように中に入った医療関係者4人、命からから逃げていると言われてますが、この人たちからまず中どうですかと、入ったことありますので、どこにベッドがありますか、でどの部屋で、電話が置いてありましたかと。彼は固定電話を使ってました、容疑者は。ということは電話が置いてある部屋はどこですかというようなことをまず一生懸命聞いて、こういう図面を作るわけですね。で、この図面を作った上で、この次にやることはね、実はこれなんです。必ず予行演習をやります。で、その予行演習で気づくことがいっぱいあるわけです。大阪でかつてあった立てこもり事件でこういうことがございました。靴下です。で、これね、実際に、その突入する人たちにやってみてくれとやるわけですね。で、練習して初めて分かることがある。そうすると意外に警察官たちが入っている靴の音が聞こえてしまう。で、そーっと歩いていっても、頑丈な靴履いてますので、その靴の絹ずれの音みたいなのがしてしまう。だったらもう靴下で行こうよというような判断をして突入した過去もあるんです。ですから練習は必ず必要です。そして大事なその人質の生存確認でありますが、ここで、サットが持っている特殊兵器が出てきます。で、中にいる人たちをまず生存確認というのは、人質だけではなくて誰が何人いるかです。つまり容疑者の側も一人だと言われているけど共犯がいるかもしれない。それからお一人人質に取られると思っているかもしれませんが、実はもうお一方いるかもしれない。で、これはね、例えば呼吸、部屋の中の呼吸、何人が呼吸しているか、体温、人間がいると部屋の中の温度が、これ、上下左右いたします。で、こういうことを見る。で、こういったために特殊な集音装置、音を集める機械、それから生体反応装置っていうのは、
これあの土砂崩れの現場なんかで活躍をします。全く土砂の中に人がいるかどうかわからないですが、この機械を持っていくと人間特有のその体温を出しているとかいうことを検知します。これヨーロッパ製だそうですが、こういうものを配備してます。そしてもう一つがですね、電磁波を使います。でこの電磁波というのは、あのテレビの皆さんがイメージするのは、携帯電話で、よくその電波の良くない、体に悪い影響の電波が出るんでしょと思われると思いますが、これ逆な話でありまして、皆さん人間特有の電磁波を出してるんですって。でこの人間が出してる電磁波が1人分なのか2人分なのかで、この電磁波がお部屋のどこから出てるのか、これあの詳しい機械を見せてくださいって私何度お願いしても全部拒否されます。当然あの機密なので。しかし持ってるんです、そういう機械を。だから接近をしなくてもですね、中に踏み込まなくても今この部屋にいるんだということは確認が取れるそうです。でそれをやりながらやってるんですが、今回あの埼玉県警はこう言いました。その人質になってる先生、鈴木先生の生死が確認できなくなってきたと、だから突入したと言いましたが、それはこの生きてることを示す機械の反応がなくなったんだということも一つあるんだというふうに思われます。でもう一つ警察が時間がかかったのはこれです。散弾銃でした。で散弾銃というのは字のごとくですね、あの一発の弾からあの弾が本当に、何十個の破片だって体に散ります。で問題はですね、これをもろに浴びる突入隊員は一発のピストルだったら場所なんです。例えば首、防弾チョッキいくら着てても首と関節のところは防弾チョッキができません。そこまで鉄板で覆ったらもう動けませんので、でこういったところが、まあ、弱点になってしまって当たるケースがある。ただピストルだったら、あるいは一発しか来ないライフルだったら防ぎようがありますが、散弾はこっちなんです、面積なんですね。で散弾銃っていうのは量で使います。クマを撃ちます、鹿を撃ちます。一発で死なない時あるんです、倒れない時あるんです、逆襲してくるんですね。だから確実に一発で仕留めるためにこの、まあ、非常に残忍な武器ですけれども散弾を使います。あの私実際にこれ散弾を打ち込まれた方の手術の写真見せてもらったことありますけど、お医者さんも実は取りきれません、生涯体にいくつかの破片は残ります。ですから接近しすぎるともろに銃弾を浴びます。だからこの距離だったら安全にやれるというその距離を測るという時間も実は必要でした、うん、ですから突入の判断は最高責任者の県警本部長だけがどんな人質事件でもするということになってます、はい、そしてですねもう一つ狙うチャンスがやっぱり食事とトイレです、うん、でこれはね単にあの差し入れをするということだけではなくて、当然あの容疑者も人間ですので、で、この差し入れが例えば一つ説得役の警察官との会話の糸口になることがあります。ですからお弁当の中身について堅くなだった容疑者が態度を柔らかくするということもある。それからですね、できるだけ利尿作用のあるものを差し入れておトイレを誘発するわけですね。でその心はですね、要はおトイレも食事も手を使うわけです。で手を使うということは人質を抱え込んでた手を離す、散弾銃を持っている散弾銃をとりあえず置く、このタイミングを狙うということがあります。それから、長時間かかるということは逆に言えば眠気を待っているということがあります。で眠気を待って突入というのは大体、明け方が多いんですが、軍事用語です、スタングリネードあるいはスタングラネードというこの弾を使います。どういう弾を使うかというと、はいどうぞ、実際の事件です、はい。これあの九州のバスがバスジャックをされて広島のサービスエリアで突入した時です。今明かりがバーンとつきました。あれがですねスタングレネード、漢字で書きますと閃光弾という字を使います。でこれを今回も使いました。でこの閃光弾はですね5秒を稼ぐためにやるんです。で、ご覧いただいたように光だけに見えますが、光と同時に大音響で5秒間相手のつまり容疑者の全ての反応する能力を奪います。視力も聴力も。この5秒あれば特殊部隊の方に言わせると一発も撃たなくても制圧できるそうです。でここまでは警察の捜査が難しいという話、ただこれからが本当に難しいんです。それがやっぱり鈴木先生が見ておられた患者さんたちも含めて日本全体の今後の訪問医療に今回の事件ほど影を落としたものはないです。というのはどうしたってですね、やっぱり皆さん方こんなことがあったら怖くなります。それぞれのお宅を訪ねてくれてる方、大変ショックな調査が出ております。これ2018年全国訪問介護事業協会さんが調べました。つまりこちらが
見て差し上げなければと思って言ってる相手の家族利用者から直に暴力 45%、 言葉を含む暴力 5割を超えてます、はい、セクハラまであるんです。これがもう現場の実態だそうです。でさらに今回のような無意味な逆恨みがあるわけですね。ですからやっぱり我々はその今回捜査のことも大事なんですけれども、この人たちが来てくれなかったら本当に困るのは患者さんどころか社会が困るんです。訪問医療がなくなったらコロナなんかなくったって年中ベッドは足りません。ですのでやっぱりこういった仕事に携わっている皆さんにやる気と安心感を与える方法、今日私正解はないです。でもテレビをご覧の皆さん、これ一番我々今考えなきゃいけない。